はい、どうも皆さん、こんにちは、もち TV です。という今回もイニングレブン2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はね、ものすごい、すごいガチャ来てます。とんでもねえの出してきたよ、年末に。これはすごいぞ。フェスティバルシーズン168、スターズ、バックスだろ。これね、今まで無課金の人、貯めてたコイン使うのここですよ。いや、ここだね。完全にここ。ということで、じゃあこのガチャがね、もう何なのかっていうのを見ていきたいと思うんですけれども、ボックスドローですね、まず。で、フェスティバルシーズン168スターズということで、168人のボックスドローなんで、まあ、引き切ればコンプできると。見てよ、もう言っちゃってるやん。さあ、そしてこのレジェンド、おばちゃんジーコとイケメンベッカム。手に入っちゃうよ。入っちゃうということでですね、これ何せこのボックスの中に入ってるのがマジでフェスティバル。まずジーコ。これね、もうもち TV は10万ぐらい使ってる。もうこれでやっとゲットしたジーコ、おばちゃんジーコを、もうただのボックスドローでゲットできてしまうよと。いつ使うのこれ。これ今でしょ、絶対。いや、今。これは今。で、さらに、これ黒玉もすごくて、ノイアー、グリーズのベール、そして手に入れにくい、ロベルト、そしてサンチェス、激レア。で、なんとこの、もうこれ超激アツ。アルテロ・ビダル。これね、ビダルは全然入ってこない。よ。なぜなら無所属だから。今回、このフェスティバルボックスドローに結構無所属の、いつも出てない、出てこない選手が、出てくると。これはね、普通の課金してる時には、なかなか本当にこいつはゲットできない選手だから、3日間しかないんだけど、超激アツの。これあれなんだね、バイルスカットとかワンチャン作れちゃう。ワンチャン作れちゃうよ。あー、でも作れるかな。いや、作れるよ。いたもん、下の方にも、バイルの選手。で、ボアテングもいるでしょ。顔見てフェスティバルだよね。フェスでキエルリーニもいる。キャーって言うんだけど、キエルリーニ、キャーポケモンやん。で、ラジャもいいじゃん。そう、ラジャナインゴランもいるの。で、ルカクもいるでしょ。ハビマルティネスとか俺もそう。バイル作れるやん。で、ミュラおじさんもいるんだよ。こんにちは。俺大好きなトーマス、暴走機関車トーマスもいるし、ハメスロディセはどうでもいいけども。やめろ。その他にもいろいろいる。コンパにもね、ちゃっかりいる。今取りにくい選手。無所属のものをここにぶち込んできた。プラス、レジェンド。でもさ、なんで、ジーコしかいない。あ、いた。ということで、まずは、あのね、ビダルが来たら一回一回リセットします。ビダル来い。おもち TV は、ナインゴランが何もだっけ。俺ナインゴラン一つもしてない。ナインゴランとビダルを、6突しようっていう話になったんで。え、マジでそうなの。うん、勝手に俺の中では。ビダルね、ここで配ってきたか。いや、でもね、レジェンドも当たるし。ああ、なった雷いきなりなった。フェスティバルだ。フェスティバルジーコバちゃん。あ、ノイアか。よし、どっちとこ雷だったらジーコかノイアなんじゃない。ベールもいるでしょ。いや、いいじゃん、ノイアで。なんでお前、どうせ引き切るんだからさ。できんの？いや、わからんけど。適度なところへリセットしたいよ、俺も。いやー、ジーコ来いよー、おばちゃん。いや、ジーコさ、別に、もうゲットしたからさ、欲しいのはやっぱサンチェスでしょ。いや、でも雷だったらジーコやろ。俺はここで、でもいきなり雷、やっぱフェスティバルだよ。いや、祭りだもん。無課金の人ね、貯めてた人は、やっぱまあ、メッシとクリスタルいないけど、祭りだ。ずれて、あれはい。ジェリー・ミナン、パルメライス。え？パルメイラスじゃなくて。パルメイラス。なんだパルメライスって。はい。コロンビア。もう選手でも無理よ。いや、コロンビアはワンチャン取っとくでしょ。もういいよ。コロンビアはね。240枚広げても見てよ、GP も。少なくなっちゃったよ。ねえ、GP 泥棒だよね、枠。枠の半額、こう、ねえ、年末に。なんでここ来ないの、枠の半額は。枠の半額。まあ今、BH になったの楽しかったな。銀多いね。キニオン。まあお前ノイアーは何凸？ノイアーでもそんな凸ってないよね。出た覚えないよ。なんかね、結構凸ってんで、なんかのガチャで初期の方に。17とかでしょ。うん、17の方に。凸ってんだ。うん。もうさ、枠さ、ちょっと見る？35万 GP だ。これはやばいよ。いい選手1人、オークション揃えられちゃう。バルセロナ級の選手取れちゃうよ。うん。やめてよ、本当に。これが本当にね、ちょっと待って、スカウト枠ってあれ、スカウトの枠ってなんかあれ広げられるの？あれ広げる？はい、パブロ。まあこういうのもね、別に何回も来るわけじゃないから。ボックスローだからね。そう。それがいいところ。でもなんか意外とその取っておかないといけない選手とかもいるからね。フェスティバル、いやいきなり開幕日1位はすごかったな。いや乗っていいと思ってビタビタして。いやでも2回あああんな黒玉4つも続いてキャガあるわいウィン。最近なんか交通事故はなんなんだろう、なんか車のなんかな、そういうの多いですね。うん、結構昔はあったけど弱いな。まあこれ弱くなっちゃったね。めちゃめちゃ弱くなってんな。ルーニーつったらね、2015の時とかウィニングレベル2015の PS の時強かったな。使ってたよね。いい思い出ありがとう。さあちょっとしんみりしたところで一回ね黒あっビタルじゃない、あれービタルビタル部分じゃないウェイだった。ウェイウェイってなんか喜ぶ。ビタル来い。何ぐらいかビタル来いマジで。サンチェスサンチェスでもいい。あいイグちゃんなんかさ、ピックアップ選手みたいなイグアインなかったっけ。いたいたよね。これは全然いいと思います。まあイグアインは強いからね。うん強いね、強いからイグアインさ、元祖俺らのさ、あの星さんスカット、黒玉星さんスカット暴れてたよね。ああそう、え、覚えてない。覚えてない。全然覚えてるよ。覚えてよ。いやー待って、2回来てるね。祭りだからやってるね。お祭りだもん。レジェンドどうなん。レジェンドは騒げ。はい、パラこの選手はね、お金に変えて。まあそうだね。てかもう枠本当に広げてくれ。てか半額半額枠もう無理無理無理。これ何がしてんだろうなこの枠のあれは。分かんないけどさ、こんな広げてさ。来い。はい、まあ銀だな。銀も多いから168だから結構回すの。100連で25,000でしょ。なんだけど今回ねコインがね1回ね半額というかコインのセールも来てるんで。そうだよね。結構ね1万円で2万円分回せるんだよね確か。まず祭りじゃん。祭り。ああパパーブブゼロブブゼロすごくないこれ。何やサンチェス頼む。ビダルビダルビダル。サンチェス伝説のポケモンになってるよ。ナイングラン来い。スイ君がてめえ。はいカルディ。うーわ何がいいじゃん。アルゼンチン集めてるじゃん。アルゼンチンスカットイカちゃんか。まあね別にこれ使った時別にそこまでだったんだけどね、そんなになんか使えないだっていうほどでもないんだけど、うん、ただやっぱりコンディション安定度5だからな。まあでもいいじゃんいいじゃん黒来てんだな、ね、俺がいい黒引きていけど。あ早っ早いね。あーずれるずれる。クックックあれメサ。まあ銀と金黒まあいい感じで来てるっちゃ来てるのかな今のところ。ベッカムとジーコがねどうやってえもう10回、うん、早いな。フェスティバルだから興奮しちゃうな。フェスティバルいきます。銀だったらもう俺もビチ行ってくれ。右の矢印押しちゃってビチ行ったらすぐジーコ。ベリーの可能性もあるんじゃない。ロハスパパパッと見てパパパッとアルゼンチンパパパッとはい押す。あ結構あるよ。押すはい GP に変えてマニンマニン枠広げんだからもうほんと枠やばいだろう。35万。いやもうほんとにえぐくない。ブルゾンになってるブルゾンブルゾン。あーい来い。あずれろずれろずれろおいビタル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 。ラカゼット来よったニューいいよ早いよ。結構あれやな黒何が何が言ってんだお前。ああ欲しい黒来ないな。欲しい黒がコンディションって7だすごいすごい。メンバーに入れとけ入れとけメンバーに入れとこう。かわいがれかわいがれ。ちょっとあれだな欲しいやつ来てね欲しいやつ来てね。でも結構来るよこんな感じで。祭り無課金の人どうですか。雷も鳴ってんだけどいいなかあいい子だと思って。またビーチになるんじゃない。開幕ビーチですごかったな。ずれるずれるずれる。キャガワ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 。ああフェルマンフェルマンが結構強いよねこれ多分。どうドイツって本当に29これもドイツはいいキーパーが多いな。おお結構いいじゃん。うわ7だしね。わあいやまあでもいらないな。取れないまあ取れないにして。シャルキ作るわけないと、うん、シャルキスカートとかもね作れたらもちろん、でも無理だ、枠がもう、うん、頼む。いやキャラ欲しいんだよね、地味にスカウトさんだからな。あい気合入れてけ。ピチ言わねえなら。おいカモンピダル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 リセットする。いやーどうだろう、レバンドスキーとか欲しいんだよな。いやでもまあ別にもう一回ビダル来るじゃん。すごいな、来ちゃったよ。これビダル40レベだ。あ、見ないの。まあいい。あ、やべ。まあいいよ。もう早い段階で来たもんね。168でしょ。150変わんない。やっちゃえやっちゃえやっちゃえ。リセットします。やっちゃえ。リセットに同意。同意ですこれは。オッケー復活。鳴らせー雷。また開幕ビッチ来るよ。リセットするといいことあるんだから大体。デイビキ連れてきてよワンちゃん。頼む、上見てるか。見てるか。ビッチ。あれ開幕ビッチが。おいゼロだ。戻る。あれセンターバック来ちゃった。ニューの。祭りだな、本当に。うん。これ。いや、ビダル最高でしょ。いや、やばいやろ。え、ビダルでもさ、2017シーズンのやつだ。そう、まあでも18シーズンのやつは取れなかった、やっぱり。なんで？いや、いや、だって向こう35レベルだから。何それも入れんだよ、もう。入れちゃってよ、お前は。もう、重い。わかんない。もう。あと見せといて。わかんなくなるんだよ、もう選手すぎて。あとでさ、やっぱダメって、一番かわいそうで。あれおーい、ずれるよ。はっあれドラクサー、トレーナー。ビダルはだから、17の方が35レベルマックスだから。18の方で6突しない？いや、無理でしょ、さすがに。無理か。無理。そこまでできないよ。17シーズンのやつ入れればいいよ。ちょっともったいないけど、もったいないよ。いやでも無理だよ、だってこれでさビダルだってあっち入れたら35だから。もったいないお父さん。あっ勝ちで使うからね、超勝ちです。あって言ってみるといいの来ねえかな。あえちょっともうすごいな、ウェインすごいな。結構引いてね、164でもう大丈夫。あと34回いけると思うよ。もうやっちゃえ俺の感覚では。もういけ感覚ではもう祭りだもん、感覚。ビッチあれずれろ。はいずれた。サンチェスホンダのビッチ来よったホンダのビッチ来よったよ。まあね、2017の方持ってなかったね。これ入れちゃって歓迎して。おおウェルカムしてウェルカムしてウェルカムして上がってくださいって言って。すごいどうって年いくつなの。大人にすんねお前。33やぞ。これは辺は、この選手は18の新しいのに変えるんだけど、ガチスカットやっぱとちってる選手は17シーズンの選手に行かないともったいないからね。あの選手はさ、もうさ新しく入れ替えてもいいんで、イカルディとかはね。マジっていうの18に揃えない。バルドゥルできつい。あシンジ香川慎。あ止まり回るじゃん。よしよしトレーナーこれいいよ。でも60レベル持ってなかったっけ。持ってない。それフロリアン・トーガン40レベルになるかな。これで2つ作るかな。ラストかな。香川慎ラストです。シンジあいあいビダルサンチェスベッカムあるよね。サンチェスベッカム来た。コンパニー潜んでたんだよ。かわいいよね。強いけどね普通にね。潜んでたのコンパニー。これででもコンパニーも1人持ってるけど、まあこれもだから新しい方に変えてこれそういうこと。31。いやコンパニーさマンチェスターシティの所長のところがあるっしょ。あとベルギーでさ。そうはい。あちょうど240ぴったりやね今回のね。ということでマジでこのガチャすげえぞ。すごいね。ほんまに課金するならここや。っていうぐらいの、まあ課金するならここだし、無課金の人も貯めてたならここで使うっていうのはありなのかもしれない。クロームは来やすいし、まあ今後、まあ、ロナウドとメッシ出てこないんだけど、ロナウドとメッシを放出運営がしてくるかっていうと、まあ、微妙なところもあるから、そういった意味で今回取りにくい。いやね、ビダルとかボアテングとかもそうだし、もちろんまあレジェンドも可能性あるということで、ね、ナインゴラン、まあ、アラバミューラー、まあ、ムヒタリアも強いし、まあ、ペーペー、まあ、チェフとかもね黒のキーパー強いし、もう本当に当たりしかいないから黒は、うんまあ、ぶっちゃけた話普通にラカゼトとかちょっと顔渋ってたけど、うん、普通に触ってたけど使えるし、ね、イカルディとか、うん、なんでもう本当に強力な選手ばっかりして、ね、金でもマンジュキッチとか、いるんで、この辺選手スターリングめちゃめちゃ強いよ、ベジュリンめちゃ足速いよって、うん、どんなルーマとかもめちゃめちゃ使える GK なんで、うん、これはぜひね3日間来てるんでね、余裕のある人はね、ぜひコバチッチもね、まあおもちゃ TV はまだちょっと引こうかなと。ただこれ3日間なんで、本当にみそかまでなんでね。だから多分1月1日に、まだ来ちゃうよ。多分マラドーナの匂いするんだよね、マラドーナの匂い。ということで、また次回のシャワーさんが、ボー。